目の前にすごいビートが。俺たち東海釣りビギナーズ、皆さんおはようございます。東海釣りビギナーズのまさしです。今日ですね、久しぶりに愛知県の、竹豊緑地公園の方にいつきと二人で、来てみました。3月になってですね、まだまだ寒いですが、ちょっと何が釣れるかということで、まあ調査的な感じで、来てみました。狙いの方はですね、まあシーバスが釣れればいいなということで、仕掛けに関しましては、僕まさしがですね、竿を2本使いまして、1本は餌釣りで、もう1本はですねルアーの方でやっていきます。いつきの方もですね、同様となります。今の潮盛りはこんな感じとなっています。朝5時ぐらいにですね、到着して、まあ、人がいるかなと思ったんですが、全く人はいませんということですね、ちょっとまた釣れるかどうかわかんないですけど、頑張ってやっていきたいと思います。絶対ガチャンだ。今ですね、5時半になりますが、周りの様子はこんな感じとなっています。比較的暖かいと思ったんですけどね、やっぱじっとしてると寒いですね。餌まだバンバンあるけど。餌バンバンある。何の餌？え、さっき投げた餌。あ、なんだ、イソメはすげえある。食われてもないな。この大物狙いのイワシを使ってみようかや。ちょっとね、向こうの角の方に場所を移動しようと思います。餌が全くかじられてもないです。
ちょっと餌釣りの方は樹がやってるもんで、まあ、自分の方はですね、ちょっとままかりでサビキの方をやってみようかなと思います。ちょっとあの小魚が回遊してきてるんで、もしかしたらあの何か持ってきた魚がまあ釣るかなと思って、ちょっとやってみます。目の前にすごいビートが。わからんけど。何これ。ここからなんか引っかかった。かった。ボラ？あ、ボラか。え、上がらんぐらい引っかかったけど。え、めっちゃ引いてるけど。ボラだった。ボラ？これでけえボラじゃん。なんだボラか。あ、ボラかこれ。ボラを素手で引っ掛けた。引っ掛けた。うん。でかっ。30センチぐらいあるよね。うん、でこれどうする？逃がす。もう取っちゃっていい？うん。逃がしたる？うん。逃がそう。40センチぐらいあるよね。でかいでかい。ねえ。うん、あ。ごめんね、バイバイ。ボラだったか。やばい、向こうの竿巻き込む。サビキ巻き込まれるかもしれん。サビキ巻き込まれるかもしれん。あんなボラの大群。ボラの大群ですね。これすごいね、これ。え？やべえ、ボラが引っかかってる。ボラ本当に、あれ方向が違うぞ。うわ、なんだこれ。え、あ、ボラだった。あれだ、40センチぐらいのボラだった。あった？あ、外れた。今日は体験の中にサビキを入れてみたら、どんだけ釣れるか。あれ釣れない。何匹釣れるかなって。だから何がだかださ。そうやさ、なんか昨日フェイスブックに載ってたのかな、ボラが1匹900円で売っとった。ほんと？うん、高っ。ボラって高いんかなと思って。スーパーで。え、それ考えると今1匹900円として100匹以上ったら
9万円ぐらいになってるから。スーパーで？スーパーで900円でボラ。ボラってうまい。綺麗なとこで釣れるボラはうまい。ここら辺どうなんだろうね。じゃあもう今もう大金が流れたんだよ。大金が泳いでいっちゃった。うん。たかし4月から復帰とか言ってるけど来るかね。まあ、仕事がね。全然落ち着く感じじゃないじゃん。ん？全然落ち着くとか言ってくる感じじゃん。だって日曜仕事があって、まあでも動画で行ったからね。まあでもそろそろ出てほしいなっていう思いはある。ん？そろそろ出てほしいなって思いはある。第2弾の、ボラ通過します。1匹900円。うん？あれどこ行っちゃった？カソリモシン、どっか行っちゃったの？カソリモシン買ったけど。え？ノーマリ？うん。あれ？どこ行っちゃった？いなくなったね。一瞬にして消えたね。なんか散った感じだね。散らしたかな？今ですね、時刻は4時45分でもうすぐ8時になろうとしています。今の周りの様子はこんな感じとなっています。水深が10度か。うん、水温10度、約魚全くいないね。で干潮ぐらいで、あ、今満潮、満潮から下げてる。3メートルだった。1匹いたぞ、小さい魚が。うん、10度か。うん、ということでね、車半持ってきました。今日の釣果はですね、まあボラが1匹、まあ、スレで引っかかったっていう、釣果になります。まあ、しかもルアーの針に引っ掛けて、まあ、釣りました。釣ったというか、まあ、引っ掛かって釣れましたっていう感じですね。まあ、その他は、ね、何も当たりも何もなかったので、この魚やっぱまだまだ時期があれなのかなっていうふうに思いました。イスキはどう思った？やっぱまだ早いかな、ね、ちょっとね、もうどこ行ってもね、なかなかね、釣れないね。うん、ちょっとあったかくなっとって感じかな。そうだね。うん、まあ、ボラのあれは良かったけどね。うん、2回来たね、ボラの群れが。うん、まあ、釣り師さんの人っていうか、まあ、釣りをやってる人も、まあ後からちらほら来て、うん、まあ、釣りやってましたけど、まあ、何も釣れてない様子はなかったですね。ということで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。